どうもこんにちは、ジュウです。スプラトゥーン3グランドフェスティバルパート6やっていきたいと思います。さあ、前回まででグランドフェスティバル縄張りバトルやトリカラバトルまでもうほとんどもうこちらがやりたい企画はやったということで、今回はいよいよ最後のあれですね、ホラガイガチャの方やっていきたいと思います。ということで見てください、ホラガイ99個、カンストまで持っていくことができました。で、どこまでやったのかというと、はい、永遠プラス8まで登ることができたということで、もう今回はホラガイ99個を使って100連ガチャの方やっていきたいと思います。で、最初1回はお金で回すんですが、それ以降はホラガイ99個を使って100連ガチャとしたいと思います。よし、ここまで貯めるのめっちゃ大変だったからね。もう予備祭からめちゃくちゃ貯めたのはそうなんですけれども、まああとは10倍マッチや100倍マッチとかもまあ遭遇して勝った時もあったので、まあとりあえずこういう感じでしょう。まあ前回333倍マッチ来たんですけど勝てなかったんですけどね。まあそんなことはいいとして、よし、じゃあ行きますよ。狙うはもちろん金プレートでございます。あ、ちょっと先に今金プレート今どれぐらいあるのかというと、今2枚持ってます。この柄とこの柄ですね。ということで、なんとか、これ以外のやつを今回引き当てたいんですよ。できればもう、金、銀、銅、どれか出てほしいんだよね。よっしゃ、行きます。まずはお金から。はい。わー、しょっぱな水色スタッカー。置物。なんか左のやつなんか高くなかった。よっしゃ、こっからお金で回す。じゃねえ、ホラガイで回しますよ。はい、ドリンクチケットはいりません。お、赤来た。赤はフードチケットか。まあでもこれホラガイ結局あれなんだよな、リバイドして使ってるからね。お、そしてステッカー、これどっちも安くなかったか。これそうでもない。はい、紫、不滅の有識者。有識者に不滅なんだ。よし、じゃあ次。はい、これは、はい、紫で東ホス、東保する谷氏。東保する谷氏って誰ですか、まず。まあ、ここから結構ね、戦いながらする谷氏さんがいるんでしょうかね。よし、次。また紫だ。フードチケット2倍。それ、フードチケットさ、今どんぐらいある？今、こんぐらい。で、お金のフードチケットはこれ出てこないので、もうほんとに経験値のフードチケットしか出ないんですよ。ほんとに。お金のチケットはまあサーモンランをやれということなんでしょうかね。はい。そして置物。オッケー。もうこれで10回回したよ。はい。ギアパワーのかけら。あ、これが10回目か。フードチケット。でもね、結局まあ2倍の方はまあまあありがたいけど、1.5 倍はいらねえんだよなと思ったら、ここで引いてしまう。いけ！また水色か。わあ、これ、ロゴがあるな。これ、なんだったっけ？ヤコだったっけ？はい。おぉ、なんかまた、変な置物ゲットしましたけど。はい、紫。わ、ギアパワーのかけら。やばいな、ギアパワーのかけらもね、なん、まだどれぐらい一番多かったっけ？今、ギアパワーのかけらがこんな感じ。あのね、企画のために、イカダシ速度アップがね、ちょっと足りてないのよ、ほんとに。ちょっとそこもね、できればここを出してほしいなというところありますけど、まあ、結局、まあ、銅が出てほしいよね。ドリンクチケットはいらねえよ、ほんとに。はい、次。けけけけけ、またドリンクチケット。もう、ドリつけマジでいらねえからさ、もうほんとに無駄遣いさせるしかないんだよな。はい。経験値 1.5 倍。お、赤だ。うわ、妹いらねえ。妹もう取り逃しないからさ、もう大丈夫なんだよな。うん。だって妹ってさ、たくさん種類あるんだけど、なんなら俺、妹集の動画も出したことあるからさ、もうそこでね、まあ皆さんはね、ちゃんと確認してほしいんですけどね。はい。わ、取り付け。ドリンクチケットをさ、もうどんぐらい出たっけか、ほんとに。はい、フードチケット2倍。ちょっと待って、ドリンクチケット今どんぐらい出た？
は今こんぐらい、だいたい20個から30個ぐらいかな。うん、それぐらいかな。はい、次。お、赤だ。お、プレートゲット。そう、プレートもね、まだコンプはできてないのよ。本当に、くじ引きで手に入るやつ。ガチャで手に入るやつは、まあそうなんですけれども。はい、次。待って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 、ドリチケだな。頼むよ、もうここまでさ、本当に必死に貯めるの大変だったんだって。もう本当にさ、せめてもう金、銀、銅出てほしいから、マジで。はい。うわぁ、紫か。お疲れの力士。お疲れの力士。まあ、力士もね、まあ、結構、体重が、あれですからね。まあ結構、あれですから、まあ、それは疲れるわけですよ。まあ誰でも疲れるんですけどね。はい、次。うわ待って、おら、ドリチケだ。やばいなぁ。お、赤。赤は、フードチケットに、みんなで2倍か。ああ、いるかな？お、赤2連続。エモートはマジでいらねえ。エモートマジいらねえよ。はい、水色。ドリンクチケット。ああ、やっぱりドリンクチケいらねえんだよな。はい、紫。ギアパワーのかけら。どういう、あれなんだろう。紫。ギアパワーのかけら。あ、でもイカ速が出た。これはラッキーかも。これはラッキーだと思うよ。はい。運命のクイックボム使い。俺、クイックボムはあんま使わないんだよな。まあ、シャープマーカーとかについているクイックボムは結構使いやすいんじゃないでしょうか。まあ、クイックボムとかでキルを取りやすくするという戦法は、まあ、よく見受けられますけどね。はい、赤、うわ、待って、エモート3つ目だよ。なぜそこまでしてさ、せめてプレート出てくれよ。はい、ステッカー。ステッカーもさ、俺、ロッカーとかにも貼らないからなぁ、ほんとに。はい、フードチケット。頼むよ。頼むよ、どっかでさ、あれなんだけど、ギラギラなノバブラスター使い。ノバブラスターも、まだあんま使ってねえんだよなぁ、ほんとに。はい、次。はい、紫。時のある、味のある2枚貝。うわまあ、間違ってはない、まあ。2枚貝もね、まあ、これ、食べられたら、そりゃ味があるっていうわけなんですよ、これマジで。はい。次。水色だ。ドリンクチケット。ダムって、また水色？置物だ。いや、まずい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 。わー、紫か。ギアパワーのかけら。やべえな。はい、これはまたギアパワーのかけら。あ、でも、フッターは嬉しいかも、まあまあ。まあ、俺、フッターよくつけてるからさ。これはあれなんですが、弾ける協力者。まあ、協力してくれた人が、まあ、弾けているんでしょうかね。はい、水色。うわ、何これ。やばいな、もうちょっと半分だぞ。頼むって出てくれよ。昼休みの塗り島。昼休みの塗り島か。ここで、あれか？うん。まあ、昼休みに、まあ、塗り島行くっていうこと？わかんねえよ、それは。はい、次。ドリンクチケットか。ダムってマジで。はい、ドリンクチケット。ダムってもう半分になるて。やばいって。待って、これが半分だぞ。うわ、赤！ダム！わ！もう、なんで？なんで妹ばっかり出る？うわ、ちょっと待ってよ。もうちょっと一旦さ、曲を、もうちょっと曲をリクエストなしにします。えい。もうグランドフェスで流れる、ちょっとこれに変えました。よし、行くぞ、後半。うわー、後半水色スタートか。まあでもこれどっちも安くなかったわ、これ。うん。はい、次。ギアパワーのかけら。ギアパワーのかけらか。はい、これは？ステッカーだ。ステッカー、ちょっとやばい。お、赤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 。カードパック。まあまあまあ、嬉しいかも。うわ、レアが1個出たか。まあ、俺も、今、カタログレベルもね、結構上げてきたからね。2週間で。2週間で今、カタログ64。64まで来てるんですよ。まあ、言うても、
カタログ自体も去年のやつの使い回しなんで、まあ別にどうでもいいっちゃいいんですけども、まあカタログ100までいったらさ、あれしたいと思うんだが、トゲトゲのジャンパー、トゲトゲしたら痛いだろそりゃ。はい、待って、折り鶴となんか理科の実験用具が出てきましたね。うわ待って、フードチケット 1.5 倍よく出るね。また水色だ、置物やばい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 。ちょっと待って、大丈夫かこれ。ステッカー、待ってこれさ、左のやつ大ダコのやつじゃね。だとしたらちょっとレアなもん引いちまったかも。はい、紫、今すぐやる騎士団、今すぐやる。まあ確かに騎士団はね、まあすぐに取り掛かるのが大事な仕事ですからね。ほんとにちょっと待って、塗りが気になるから一旦リセットしておきましょう。よし、次ターム、ってターム攻めて、銅出て、銅か銀か金出て、マジで。うわやべえ、インド洋の頭脳。まあどうにもね、あるだろう。はい、赤、うーわ、また妹？待て、妹でさ、もう3万コイン貯まったんだけど。だって最初、もう元に戻ったよ。だって最初3万コインからスタートしたからさ。なんか1回分出たんだけど。まあ別にこんなことはしないんですが。フードチケットはみんなで2倍。マジさ、プレート出てほしいんだよ、マジで。プレート。マジで、そろそろ出てほしいよ。あー、やばい。癖が強い文句って何？まあ、文句、癖が強かったら、まあ、そりゃ、まあ、人気者になるわけですよ、本当に。はい、次。うわー、水色ばっか出る。ドリンクチケットはいらない。ドリンクチケットも結構溜まってきたんじゃない？あ、でも、そうでもないかな。でも、40個突破してるやつもおる。まあ、後でこれ無駄遣いしないとな。本当にいらねえから。だってドリンクチケットこれ恩恵もらった人いますか？本当にマジで。待て、エモートばっかり出るんだって。なんで？待って、せめてさ、マジで銅出てくれよ、銅。銅か銀か金出て。待てさ、これ。もう100個引いてるんだったら、もう、一回は出てもおかしくないよ。ここでプレート来た。なんか長かった。もうすべて合わせても確率 1% なんだからさ、もう、この100連ガチャ引いててさ、もう絶対どれか出てもさ、おかしくないと思うんだよ、ほんとに。やばいね。はい、紫。これからはエース。これからはエースなんだ。だとしたら遅くない？待って。うわぁ、まあ。妹よりかはマシだね、これは。うわぁ、待って、紫。誠実な忍者。まあ、忍者、誠なんだろうな。まあ、確かにこれ健全だと思いますが。待って、残り約20個。やべえって。ドリンクチケット。うわ、ちょっと待って。うわ、赤だ、赤。うわ、プレート。なんかプレートゲットしたんだけど、何これ。まあ。うわ、何今度は。ギアパワーのかけら、まあ、フッタンは嬉しいかも。フッタンよくつけるからね、さっきも言ったけど。やばいって、どんどんホラーがいなくなってく。やばいって、せめて銅出て。マジで。マジでさ、99個貯めるの大変だったからね。ほんとに、予備祭から。だって2週間あるからさ、まあ、いいけどよ、ほんとに。これで何も出なかったら、さすがに切れるぞ、俺も。やばいって。ステッカーとかさ、もうほんとに水色ばっか出るな。はい、赤。お、カードパック。はい。うわー、ウルトラ、な、待て。ウルトラ着地でだな。まあ、さ、ちょっと待って。さ、ナーバトラー今どんぐらい出た？今260分の262。まあ言うてさ、ちょっとね、交換し忘れてたんですよ。ほんとに。まあでもちょっと、カタログ全部出るまでちょっと交換はやめとこうかな。出るかもしんないし。格式高いベテラン。ベテランなんだ。やばい。で、残りあと10個。
まずい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 。まずいって。やばいって。もう残り10個しかないよ。もう10個切ったよ。頼むって。うーわ、ドリンクチケット。ドリンクチケットがマジで一番いらない。ゴミだから。やばいって。フードチケット。待って、せめてどれか出て。待て待て待て、グランドフェスなんだからさ、せめてせめて出てよ。電脳フロントロエファン、フロントロエというなんかアーティストがあったんですよこれ。なんだったっけ。あ、これか。シーミーナウとか、シーミーナウとサンディサイドアップをまあかけているあのアーティストですね。まあそんなことはいいとして、残りあと5個だぞ。出ろ。あー出ない。取り付けかよここで。まずいってまずいってまずいって。やばい、ヤッパーのかけら。やばい、待って、あと2個、あと2個だって。うーん、ちょっと待って、マジで出ないんだけど。どう、やばい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 。フードチケット、待って、もう最後の1個、最後の1個になっちまったよホラガイ。うわ出ない、最悪だ。もう、ホラガイなくなっちゃったよ。もう、本当にさ、この時間何だったの ?99 個貯めてさ、で、最初お金で回してさ、100連回したけど、なんで?なんで出なかったの?そんなことはさ、まあ、あれなんだけど、とりあえず、ちょっと、ショックがでかいんで、今回これぐらいで終わりたいと思います。マジかよ。しかもさ、俺333倍マッチにもさ、負けたからさ、もう本当にね、ショックがでかすぎるんだわ、グランドフェス。まあ、それはちょっと俺の腕次第がなってなかったことでしょうか。まあ、ちょっと運がなかったですね。まあ、これでさ、グランドフェスさ、これで終わりじゃないよね、多分。次もね、多分フェス、まだ終わりじゃないと思うんですよ、本当に。待って、しかもまたフェスの期間がまた伸びてますが。よし。じゃあ、次こそ、なんとか金のプレート、出しましょう、本当に。じゃあ、ちょっと、またね、頑張りたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローも、よろしくお願いします。それでは、さよなら、マジ?